トゥ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 、どうなってる？あ、すごくない？こんにちは、工場長です。今日はこちらです。じゃじゃーん、 LOL サプライズ OMG ということで、こちら皆さんもご存知でしょうか。アメリカの方で発売されている新シリーズの LOL ちゃんです。もうね、私めっちゃ届くの楽しみにしていて、ようやく手元にやってきました。めっちゃ嬉しいです。で、今回こちら 1,2,3 個手に入れたんですけど、本当だったらもう1種類あったんですけど、ちょっとそちら手に入りませんでした。だけどね、もう3つも手に入ったから、とりあえず今日はこちらを開けて、新しい LOL ちゃん、もうね、最近日本でもヘアゴールっていう、あのリアルヘアの LOL ちゃん、あれも大革命だったじゃないですか。だけどね、アメリカではね、また違う大革命が起こっていて、これまたね、本当に可愛いんですよ。って言っても私、ざっとあの LOL の公式 YouTube、 アメリカ版の LOL の公式 YouTube があるんですけど、そこで見ただけなので、まだね、どんな風に開けていくのとかね、全く未知なんですけど、めちゃくちゃ楽しみにしていました。ではでは、早速開けていきたいと思います。それではまずこちらのボックスから開けていきたいと思います。で、今回はもうボックスにね、入っている子が書いてあるんですよね。だからうっすら見えるかな、この人影にうっすらね、顔とか体とかがあるの見えますでしょうか。そしてお名前も書いてあります、スワッグちゃん。で、この横にね、そのスワッグちゃん、いつものスワッグちゃんの姿ですね。この子がこういう姿になっているということでね、もう先にネタバラシしてしまった。で、今回二重サプライズ入っているそうです。それではここを引っ張って開けていくそうです。いきますよ。どうなってる？すごくない？こっちも、すごい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 、見て見て見て、これスワッグちゃん、スワッグちゃん、このスワッグちゃん、このスワッグちゃんがこのスワッグちゃん。そして見て、これめっちゃすごい。わ、待って、こっち引っ張っちゃう、なんか引っ張れるんだけど、いや、先に引っ張る前に先こっち見ようか。そこ固定されてるんだ。あ、取れた取れた取れた。うわー、金色の丸いのから見ていこうか。これすっごい気になりますよね。 OMG って書いてあります。何が入っているかな。じゃん、これ、めっちゃキラキラのアクセサリーだ。これ多分ネックレス、ピアスが2つ、これは何だろう、腕とかかな。あ、まだある。あ、わー、サングラス入ってる、かっこいい。キラキラだね、めっちゃゴージャス。次、この赤いボックスいきましょう。じゃじゃん、ポン。これも梱包されてる、すごいね、全部が丁寧。これは何だろう。ビッグサイズ、 LOL ちゃんの今までの靴の大きさと全然比にならない大きなサイズです。リカちゃん人形ぐらいあるんじゃないかな。すっごいハイヒール、見て、すっごいハイヒール。ではではでは、次洋服ですね。これハンガーついてる、すごいね。これもう梱包されてて、クリーニング屋さんから帰ってきたみたいな、そんな感じの梱包です。じゃじゃーん、あ、トップスだね。見て見て、ここ肩とかが大人っぽい、出るようになってる。そして最後、ででーん、うわー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 、かっこいいパンツ、見てこれ、すっごいスリット入ってるよ。ではでは、続いてこっち側に引っ張っていきますよ。せーの、ででで、すごいね、すごい。ちょっと待って、これどうすんの、ここ開けていいのかな。いきます、じゃじゃーん、うわー、あ、丸ごと取れた。うーわー、すごい、あ、見て、後ろも鏡になってる、すっごいおしゃれじゃない。この矢印をめくると、鏡になってる、すっごい綺麗な鏡。取り外していきました。まずこちらの袋、これは多分カバンだよね、ここに書いている限りだと。うわー、すごい立派なバッグ入ってる、見てこれ、背負えるようになってます。こういうブラシが入ってます。あとはこちら、こっちはこのドールちゃんを立たせるためのスタンドだそうです。着替えさせていきました。こんな感じです。どうでしょうか。でね、結構すごくて、この手の関節見てほしいんですけど、手首までね、しっかり曲がるんですよ。これほら、まるでモモコドールみたいな感じのリアルな動きを表現できちゃいます。で、もちろんここの肘、
肘周りも曲がるし、うちの肩の方の関節も上がるし、動きの幅が広いです。足の関節がね結構硬くて、ブライスみたいにバキッバキッバキッってなるタイプ。こんな感じ、バキッてバキッバキッで、お顔の方はいつもの LOL ちゃんよりもやっぱ大人っぽい表情になっています。で、髪の毛は結構太めで、リリアン糸みたいな一本一本が結構太い髪の毛だから、ブラシとかも引っかからずにシュー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 溶かすことができます。という感じで、まずは一つ目の箱、スワックちゃん開けていきました。続いて二箱目開けていきたいと思います。で、今回このシルエットの子はこちら、クイーンビーちゃんのお姉ちゃんバージョンみたいな感じの子で、この子の名前がロイヤルビーちゃんっていう子だそうです。うっすら影が見えるんですけど、めちゃくちゃいかつそうなかっこいい子が入っていそうですね。それでは開けていきたいと思います。いきます。でんでんでん、おー、うわー、なんか蜂蜜みたいな感じですね。美味しそうにも見えます。それではまずこちらから開けていきましょう。中に入っていたのはこちらです。まずこの丸いやつ、これもラメが入っていて、ケースがとっても可愛いです。ではでは、この中身開けていきましょう。うわー、綺麗、金ピカ金、こっちは銀ギラ銀、わわわ、見て見て見て、めっちゃいかつい。シルバーのサングラスが入ってます。こっちはゴールドのブレスレットかな。ピアスもキラッキラですね、ゴージャス。そして最後こちらネックレス。続いてゴールドのボックス、中はうわかっこいい、黒とゴールドのブーツです。これもまたまたハイヒールですね。すっごいヒール高い。次、洋服見ていきましょう。で、この閉まってある洋服ケース。これだけでもう高級感がすごい。こちらじゃん。うわー、これまたかっこいい。黒とゴールド。ビニール生地で光沢がいかついですね。見て、肩の部分もさ、キラッキラ。いや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 、これすごいね。強そうですね。めっちゃいかつい。そしてもう一個こちら、こちらも高級感たっぷりの洋服ケースです。よく見るとハチさんがいますね。こんな感じ、透明で見るとちょっとルイヴィトン感もありませんか、この色合い的に。でででん、うわー、これまたすごいワイドパンツだ。いやいや、おしゃれ。という感じで、まずは一つ目のサプライズ開けていきました。続いてこっち側見ていきます。せーの、ババーン、うわー、髪もふもふじゃん。見て見て見て、さっきと質感が全然違う。ちょっと出していきます。おお、すごいすごいすごい、待って、いかつい、すごいね。しかも唇もゴールド。うわ、見て、しかも鏡の形もさっきと違っておしゃれじゃない。蜂の巣の形。箱から出していきました。まずはこちらのカバンから見ていきましょう。おー、わー、これまたおしゃれですね。めっちゃ可愛いじゃん。もう高級蜂さんバッグみたいな、なんて言うんだろ う、めっちゃ可愛い。ガマ口なんだね、これ。ガマ口になってます。そしてロイヤルビーちゃん、黒いハイソックスになんか水着みたいなインナーを着ています。そして髪の毛はボリュームマックスでね、ここよく見るとね、金色のゴムでポンポンって2つここにお団子が作ってあります。これまたチャームポイントで可愛いですね。着替えさせていきました。めっちゃかっこいいですね。で、すいません、私いくつか間違ってしまって、これネックレスって私言ったんですけど、腰につけるベルトでした。あとブレスレットって言ってたやつ、あれはここにつけるチョーカー、ね、ここピタッと今首飾りがついているんですけど、これがチョーカーでした。で、全体としてはこんな感じ。めっちゃかっこいいですね、この肩のいかつさ。いや、もうどこ行くのってね、こんな格好してどこ行くんだろうね。続いて最後3箱目です。これね、皆さんわかるんじゃないかな、この子。このパッケージの牛柄模様、そしてこちらの子の名前がレディーディーバちゃん、ということは
こちらの子、 LOL の第1弾のあのカプセルの時にパッケージになっていたディーバちゃんです。この子が一体どんな風にね、可愛いお姉さんになっているんでしょうか。開けていきましょう。じゃじゃじゃーん。うわー、やっぱディーバちゃんっぽい真っピンクの中身。中にはこちら入っていました。まずはピンク色のこのカプセルから開けていきたいと思います。それではオープン。中には、わ、黒い、あれ？今までと系統が違いますね。これ、何これ何これ。あれだ、マイクヘッドマイクみたいなやつ。そしてこれはネックレスかな。そしてこれもネックレス、シルバーのピアス。あ、でこれがチョーカーですね。最初のこっちが腰につけるベルトだそうです。ディーバって書いてあります。続いてこちら、シルバーのボックスです。中身は出ていきます。ででで、おー、めっちゃ派手。膝上ぐらいまであるロングブーツ。次、洋服見ていきます。おー、やっぱディーバちゃんっぽい牛の柄、ミニスカート履いています。そして最後こちら、こっちがトップスかな。おー、これまたディーバちゃんっぽい。めっちゃすごいね。これピンク色のジャケット、しかもモフモフなのが入っています。最初のサプライズ全部開けていきました。ではでは続いてここに入っているドールちゃん見ていきたいと思います。ででででー、うわ、パン、おー、インナーがおしゃれ。髪の毛も今度はロングヘアになってる。箱から出していきました。まずはこちらのカバン見ていきたいと思います。じゃん、おー、ディーバちゃんっぽい牛柄。そしてピンク色のブラシと、あとはドールのスタンド。ではではでは、ちょっとね、今のまんまのディーバちゃん髪の毛が溜まっているんですよね。なのでちょっとブラシで溶かしてふんわりとさせていきたいなって思います。毛先から溶かしていきます。あ、すごいすごい、ふんわりなってきた。結構最初固まってるから、しっかり溶かしてあげた方が綺麗になるかと思います。よし、いいんじゃないかな。めっちゃふわふわ。これで着替えさせていきたいと思います。着替えるとこんな感じです。ということで、ディーバちゃんでーす。じゃじゃじゃーん。髪の毛がね、ふわふわ。これだけロングなので、自分でヘアアレンジも楽しめるかと思います。ということで今日は LOL サプライズ OMG 開封していきました。皆さんはどれか好きな子いましたでしょうか？いや、ドールちゃんはもちろん可愛いんですけど、洋服、すごいこだわってるなっていうのに感動しました。アクセサリーも一つ一つ可愛いデザインで、カバンも可愛いし、靴も可愛いし、あと洋服をしまってあるあのバッグ、洋服用のケースっていうのかな、ああいうののデザインまですごくて、すべてがこだわり抜かれている LOL ちゃんだなって感動しました。いや、可愛いですね、これ。髪の毛の質もさ、みんなそれぞれ違うから開けるたび楽しいし、パッケージにはもうどの子が入っているっていうのがわかるんですけど、でもこの絵だけじゃね、全然想像できないものが入っているので、期待のさらに上を行くみたいな、なんかね、書いてあるからあんまりワクワクしないんじゃないかなって私思ってたんですけど、イラストだけじゃね、全然想像つかないサプライズが入っていました。ということで、まあ、こちら日本では売っていないんですけど、海外の Amazon とかでも買えるので、よかったら気になる方はそちら見てみてください。という感じで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。